ね。ばあばに出会えて感謝です。本当にありがとう。小林家一同より。続いては2組目、町北町の渡辺様。おばあちゃんの思いを私たち大会スタッフからお伝えします。まさきさんへ。もうすぐ30回目の冬を迎えるそうですね。生まれ育った町北町の情景と合わせてこの花火をご覧ください。続いては3組目、会津高校卒業の田中さんから。悲しいけれど寂しいけれど、君は心の中でずっと生きている。君の人生に関わった全ての人の思いを込めて、令和元年11月2日オーパス選手川口太くんの追悼花火を打ち上げます。太くん、ふーちゃん、太さん、太、本当にありがとう。さあ、ここからは企業様からのメッセージをお届けいたします。まずはこちらの歯医者さん。皆様のお口の健康を守ります。郡山市浅川長森駅すぐそば、浅川長森歯科。歯があれば何でもできる。歯があれば何でもできる。続いては5組目、福島県 e スポーツ協会から。 e スポーツで福島県を世界へ発信していきます。どんな活動をしているか知りたい方は Google で福島 e スポーツと検索してくださいね。皆さん、 e スポーツってご存知ですか？e スポーツとはテレビゲームやコンピューターゲームの腕前を競う競技です。福島県 e スポーツ協会は e スポーツで福島を元気に楽しくします。たまやー。
続いては6組目です。仙台の高澤さん、いつも会津花火を応援してくれて本当にありがとうございます。社会的に有用で安全性に配慮した技術や製品およびサービスを開発提供し、社会の健全な発展に貢献してまいります。株式会社山崎マテックス。続いては7組目、娯楽産業を始めて40年の吉原産業株式会社。いつもそう思っています。明るく平和でありますように。ジャンボグループ。続いては8組目、会津から世界に届けるこの会社。シグマはオールメイドイン会津をコンセプトに、カメラおよび交換レンズなど全ての製品を会津工場で生産し世界にお届けしています。会津に根ざして45年余り、これからも皆様と共に地域の発展に尽くしてまいります。続いては9組目、会津の気候風土と暮らしを見つめて、頑丈で暖かい大工が作る雪国の家。有限会社山口興建は来年創業50周年を迎えます。これからも常に感謝の心で仕事に取り組み、お客様に感動を与え、地域社会に貢献してまいります。品質と素材にこだわった安らぎの木の空間、それぞれの家族に合った自由設計、思い思いの夢を形に、エクセルホーム福島。最後は10組目、福島県民の歯は私たちが健康にする。郡山ファースト歯科矯正歯科は、皆様の毎日の生活がおいしく快適に過ごせるよう、確かな技術と最新の設備で患者さんのさまざまな要望に応えてまいります。郡山市大月町、郡山ファースト歯科矯正歯科、浅川長森歯科と特に関係ありません。